詩人で講演家の中裕二です。斉藤ひとりさんという僕の大好きな人がおっちゃんがいるんですけど、その斉藤ひとりさんが言ってました。幸せになるのは幸せになる練習が必要だというんですね。僕は衝撃を受けましたね。幸せになる練習、この幸せになる練習を皆様にお伝えします。ぜひ実行してたくさんの人に教えてください。何度も言いますが、いいことはたくさんみんなに教えてください。いいことは伝えてください。いいお店があったら教えてください。おいしいものがあったら教えてください。自分だけにものにするようなケチな人間にならないでください。いい言葉、いい詩、いいドラマ、いい映画、いいおいしい食べ物、可愛い人がいたらみんなに教えてあげてください。お裾分けしてください。プレゼントしてください。自分だけのものだけにしようなんてケチケチしていたら幸せは絶対来ません。これは間違いありません。幸せになる練習は簡単です。自分がいつも起きる現象で、嫌だな、つまらないな、ついてないな、なんで俺がこんな目に遭うんだということを切り替えてください。考え方を切り替えます。例えば車に乗ってて電信柱に衝突したら何て言いますか？大概の人は、うわーついてね、うわーなんでこんな、今日一日はダメな日だ、ついてね、うわーなんでこんな電柱に合わなくぶつけなくちゃいけないんだ、めんどくせえな、くそ。大概パターンは決まってます。心の中でどんだけ思ってもいいんです。しかしながらその思いを言葉に出さないでください。言葉には言霊がありますから、その言葉を一回言うだけでまたそれを言ってしまうような現象が起きます。ですから言葉には出さないでください。出すとするならば、それ以上悪いことを想像します。それ以上悪いこと、想像力が必要です。それ以上悪いこと、それ以上が悪いことを想像して、その言葉がいかにも良かったというふうにします。今の例で言えば、車が電柱に衝突した、ついてねえではなく、車が電柱にぶつかっただけでよかった、ついてる、車がで人を引かなくてよかった、ついてる、車で人を跳ねて一生台無しにするんじゃなかった、よかった、ついてる、というふうにさらにそれより悪いことを想定して、ついてるというラッキーという言葉に変えてください。電柱にぶつかった、ついてるなんて言えませんよね。電柱にぶつかっただけれども、人は引かなかったからよかったな、そういうふうに変えてください。癖です。斉藤ひとりさんが言ってたんですが、今はお金持ちで、お金がたくさん入ってきました。お金がたくさん入ってきたから幸せなんじゃないんです。お金があろうがなかろうが、昔から貧乏でな、お金がない時から幸せだって言うんですね。幸せはいつだってなれるんです。物の捉え方です。どうもありがとうございました。